みなこんにちは、ハリーです。ポーティーラッシュ投資願い、今回なんですけれども、テトピック社、今年2023年当たりだったキャラは誰、早速行ってこー。今回もですね、バウンティーラッシュタスキングがみなと一緒にワクワク妄想できるのトピックを紹介しますよ。早速やっていきましょう。で、見ていきますと、2023年キャラまとめ、よいしょ。さあ、毎年恒例のこの時期になってまいりました、まとめ動画大会でございます。もうこっからいっぱいまとめ動画出るからね。今回はその第1弾となります、キャラ誰が当たりだったの、見ていきましょう。いやー、今年も壮絶な1年だったね。みんな残り7日で終わりますよ、1年が。早すぎ。みんな何して過ごしましたか？僕はですね、動画を作って仕事をしてのハードスケジュールでございました。まあ来年もね、一緒にみんなと一緒に行きたいと思うので、バウンティラッシュ今後ともぜひよろしくお願いいたします。さあ、そんな見ていきますのはキャラクターだよね。やっぱ今年いっぱい出たね、新キャラクター。なんとこんなに今キャラクターがいるんですが、出ました新キャラクターがこちら。どうですか、めちゃくちゃ出たね。もう強いキャラばっかり出たんじゃない、今までで一番強かったね、やっぱね。まとめてみますと、合計で42体今年登場しております。いやー、出すぎ。こんなに出たんだね。もう全キャラ僕ゲットしてるんで、一応ゲットしないのがこのキャラクターたちだけなんで、はい、ゲットしてないキャラクターがいません。全部ゲットしております。で、そんなキャラクターの中でですね、誰が強かったの、誰が当たりだったのか、一緒に見てね、楽しんでいこうぜ。早速やっていこう。さあ、今年登場しました2023年登場キャラクター42体いるんですが、その内訳で、ね、見ていきましょう。まず赤属性から内訳ます。こちらです。赤属性登場キャラクター14体です。アタッカーが4体、ゲッターが3体、ディフェンダーが7体登場しております。まあ、見てみてもね、環境で一番輝いてる属性なんじゃないでしょうか。まあ、最近登場したね、このアレベルなんてニカとキッド&ローに対抗できるキャラクターになっております。強いよね。そしてニカからも旗が取れるこのクイーン、もうね、かなり強かったよね。こんなキャラクターが登場したんだよ、今年の後半に。まあ、最近だったベティもね、チャンピオンシップで活躍したのを一緒に中継して見てた人は分かると思うんですが、強かったよね。フランキーも最近だったら強い方のゲッターですよ。このキャラクターも旗ダッシュしてる時は状態異常以外効きませんと、やばいキャラクター登場しちゃったよね。これフェスゲッターぜ。はい、という感じでですね、赤属性はなんと今年マムから始めまして、めちゃくちゃ強いキャラクターばっかりが登場した1年となっておりました。まあ改めてね、まとめますと、赤属性に関してはまさに今が絶頂、もう一番盛り上がってる時になっております。一番輝いてた年だったんじゃないですか。もう赤属性しか使ってないよっていう人も多かったと思います。まあ今後はですね、まあバウンティラッシュの流れを考えてますと、一番衰退しやすい属性になってくると思うので、まあこの後紹介していくんですが、まあ他の属性がね、今ちょっと衰退してるっていうこともあるので、まあどんどん変わっていくこと、はい、間違いないと思います。まあ、来年はちょっと赤属性厳しい年になると思うんですが、みんなね、ぜひ楽しんでいきましょう。さあ、ガンガン行きましょう。続いては、青属性行きます。こちら青属性の内訳発表していきます。14体登場しまして、アタッカー6体、ゲッター4体、ディフェンダー4体の、ま、10番行きに差し掛かりました。キャラクターたちでございます。どうでしょうか、青属性も使ったって人多かったんじゃないですか。ま、今年はね、赤属性が一番活躍した年だったので、ま、やっぱ青属性のね、対抗キャラクター増えたよね。それこそ、ビッグマムが登場した後、すぐに登場したこの対抗キャラクター、クラッカー。もう後半完成になってたビスケット兵がまさかの押し出し可能になるっていうね、めちゃくちゃ強い情報修正入っちゃったんで、結構使う人も多かったんじゃないでしょうか。そしてビスケット兵の後に登場しましたビッグマム対抗キャラクター、こちらヤマトでございます。神獣ヤマト強かったよね。ゴールデンウィークに登場したキャラクターになっておりました。いやー、過去一でビッグマムに対抗できて赤属性を翻弄できるまさかのシールド付きキャラクターっていうことで、シールドに状態異常がつくなんて誰が考えたのこれ。地獄の設定だよね、本当にね。とんでもない機能で登場しました青ヤマトでございました。このキャラクターも強かったね。そして今一番輝いているキャラクターがいます。そう、それがキッド&ローです。よろしく、ありがとうキッド&ロー。もう過去一強いキャラクターだよね。もう一番ね、輝いているキャラクターなんじゃないでしょうか。今属性単体と見てみればね、赤属性が一番輝いていたんですけれども、まあキャラクター単体で言いますとどうですか、青属性のキャラクターなんてもうすんごい輝いているキャラクター
多いよね。このキッタンドローもそうですし、そしてねこっちの青いヤマトもそうです、ドミンちゃんもそうです、愛用しております。そしてクラッカーもそうですし、最近登場した工場のハックもね結構強いよね。青歌ちゃんに関しても状態異常、そしてトットムジカ状態中は状態異常無効になるということで結構強いキャラクターです。さあそんな青属性なんですが、まあ赤属性と比べてみますと、来年は赤属性みたいな年を過ごすことになりそうです。まあね過去の傾向を見てみればね、順繰り回っていきますので、まあ、来年は赤属性の立ち位置になってくるんじゃないでしょうか。かなり強いキャラクターがね登場する傾向にあると思いますので、みんなね注目しておきましょう。特に今年の前はね超無線キャラクターで強いキャラクターが2体も登場してますんで、来年はフェス系キャラクター枠でまさにね今年でいうアルベルみたいなキャラクターが青属性で登場すると思います。過去の傾向的にはですけど、まあ、ただねそう考えてみても来年も青属性から目が離せません。楽しみしておきましょう。それこそ最近青属性のパーティー育っててね 168% 桃の木 170% 迎えるんですが、ゾーン系のねタグとかも僕一生懸命育ててきてます。まあ、みんなねこんな感じで次の環境で使えるサポートを育てていくっていうのもね一つの手だと思うので、無課金者の人もいったらみんなで一緒にこうやって楽しんでいこうぜ。さあ今年登場したキャラクターの中でね一番注目されてる属性、そう緑属性です。ありがとうございます。いやー緑属性が一番今後注目されてるよね。いや内訳言っていきましょう。緑属性14体登場します。アタッカー5体、ゲッター5体、ディフェンダー4体の、アタッカーゲッター重視のね登場となりました。まあ、見てみても最近で、ね、ゲッター登場したキャラクターが多いんですよ。緑牛もそう、カラスもそう、佐々木もそうということで、ゲッターキャラクターがね後半に3体も登場してるんで、これがもしなかったらねゲッター2体だから、だからねアタッカーとディフェンダーによった、編成だったんじゃないかなと思います。最初の方はね、まあ最初の方はマムとか登場してたんで緑属性全然対抗できないんでね、ディフェンダーとかで登場せざるを得なかったんですけれども、まあ青キッド&ローが登場したということで、キッド&ローに対抗できるようにね、まあ、ゲッターキャラクターたちも増えてきた、そんな形となっております。まあ、その他ね緑属性に関しては、まあ、ピンポイントで強いキャラクターだったよね。序盤でカイドウが登場したところから始まりました。その後ね天候周年になってようやくニカっていうね最強キャラクターが登場してくれました。ただ緑属性に関してはまだまだこれからでしょうねえ、来年一番成長する株なんじゃないかなと思ってる。緑属性見逃さないでください。特にねやっぱ環境に使えるキャラクターがイカとカイドって登場してるんですが、このキッドドローを率いる青属性がですね一番成長してるんで、来年はこんな感じでナンバーワンを取るキャラクターがですね緑属性から登場すること間違いないと思います。みんな緑属性から注目しておいてください。まあなんか去年のね赤属性キングが登場した感じな、なんかそんな感じな気がするよね。ちょうどゲッターもね今年12月に登場します。緑牛です。こんな感じでですね強いキャラクターどんどん来年に向けて登場してくると思いますので、みんな楽しみにしておきましょう。最後に今年1年で当たったキャラクターどれが当たりだったの見ていきましょう。いやどれが当たりだったかな、みんな的にやっぱ推しのキャラクターが登場したらそりゃ当たりだよね。はい、ロビンちゃんです。ロビンちゃんで1位です。ありがとうございます。フェス限キャラクターながら58いいねをもらってるくらいですね、結構使い込んでおりまして、ね、歴代ナンバー14といただきました。いやー素敵ですよロビンちゃん。いやこのロビンちゃん登場してくれて嬉しかったんだよね。こんな感じで推しのキャラクターが登場したら激アツなんですが、どうですかみんなの中でどのキャラクターがナンバーワンでしたか。やっぱりね当たったキャラクターの中で一番良かったのキッド&ローですね。天狗周年で登場しております。まあ、半年に1回のね登場するキャラクターなんですけれども、めっちゃ強かったよね。やっぱこのキャラクターは引いておいて損はないかなと思います。そしてニカね、ニカも当たって損はなかったよね。めっちゃ強かった今年当たりキャラクターの一人なんじゃないですか。その他ね地味に当たりキャラクターで良かったなと思ってるのは、まあ、マムとかカイド、ゾロもね結構いいと思うんですけど、アルベルかな。なんか個人的にはアルベルがニカとキッド&ローどっちも見れるっていうことで、後半戦一番当たって良かったキャラクターだったんじゃないかなと思います。9月に登場したキャラクターになります。そしてまあその次に良かったなと思うのは、一番最初の登場してたカイドウかな。やっぱゾロよりもね評価が高い現状、環境キャラランキング後半になってもね上位に位置してるこのキャラクター、かなりね使う人も多いと思います。まあ、カイドウに関してはね序盤で登場したキャラクターになってたんですが、今ね使っていく人も多いっていうくらい、今復刻しても引くっていう人が多いくらい、当てて損がないキャラクターだったよね。いや今年の中で一番良かったんじゃないかな、年間通して使えるキャラクターの中では。半年に1回だったんでこのキッド&ローとかニカとかそこら辺が良かったって言えるんですけど、年間
を通してみればやっぱカイドウが一番だったよね。そしてその次はゾロくんかな。やっぱいろんなキャラに汎用できるしね。このキャラクターは4周年キャラクターの感謝キャラクター最後で登場した超ベストになっております。まあ、こんな感じでですね、やっぱ登場するキャラクターは過去の傾向を見てみても感謝キャラクターっていう最後に登場する超ベストキャラクター、そして2番目に登場してたゲッターキャラクター、このキャラクターはですね結構年間を通して活躍するっていうのが傾向として見えてくるよね。まあ、その後だったらマグもね10名今でも使えばチャンピオンシップでも使っている人が多いくらいね、天候ゲージで無敵相手も貯められるっていうのはかなり強いよね。汎用性が高いんですが、対抗キャラクターもその分多く登場した年になってきました。やっぱマグを中心としてね対抗キャラクターが構成されてるので結構ね増えてきたっていう感じがするよね。まあ、その後だったらねどうかな、みんなクラッカーとか、選ぶ人も多いんじゃないでしょうか。僕的には実はフランキーかなと思ってます。フランキーめっちゃ強いんだよ。今後結構活躍すると思う。フランキーはキングに代わってハタッシュしてる時は状態以上でやられるか、体力がゼロになってやられるかの、ね、この2択しかないんでね。なのでこのキャラクターかなり活躍するんじゃないかなと思います。やっぱ見てみても今までのフェスゲンキャラクターの中で一番ね強いハタッシュ性能だと思うし、なんだったら超越戦キャラクターの中でも一番強い方なんじゃないか。フェスゲンキャラクターなんですが、こんな感じで強いキャラクター登場してくると思います。みんなにとってねどれが値キャラクターだったでしょうか。ぜひね選んで友達とかと話して楽しんでみてください。最後にね、じゃあこの中から工場フェスゲン、超フェスゲンでどれが値だったかっていうので、1、2、3位とかでまとめていきたいんだけどさ、いやまあフェスゲン、じゃあ工場から行く？もう工場誰だろうね、よかったのね。もう個人的には、まあ結局最後の方に出てきてさ、この稲妻とかめちゃくちゃ使えるなと思うんだよね。工場としてはすげえ優秀なと思ってて、シールドで攻撃されるとさ、体力回復と、あとスキル1またね、シールドを回復するってことで、もうどうしてもシールドがね、ある状況だと攻撃しなきゃいけないっていうことも相まってね、稲妻この性能結構良かったんじゃないかな。であとねこのハック、いや工場にしちゃキルできすぎでしょっていうくらいね、結構シンプルなキャラだから結構ねいいキャラなんだよねこのキャラね。そしてまあ工場とかツイッターで見てみるとさ、やっぱ使ってる人多かったね。これねエリザベロもう一番かっこいいんじゃないこれ。どんなキャラクターもワンパンできるっていうね、すごくないこれ。キングパンチャーが能力 KO されるダメージを受けると体力が回復もダメ、 KO されるダメージを受けて1位耐え続けるとか全部無効化、すごすぎだよねこの能力ね。などなどですね、ジュゴンとかいますけれども、まあどれが一番だか個人的に使えるのは、まあ戦うんだったらジュゴンかな。空ジュゴンね、ゾロが出た時にね結構強かったキャラクターですよね。そして2位に選ぶなら、まあまあまあアタッカーのハック、まあ優秀だったよね。かなりアタッカーとして強かったと思います。そしてエリザベロかな。エリザベロ強かった、うん、個人的にはいいキャラクターなんじゃないかなと思います。工場キャラクターでかなり戦えるキャラクターなんでね、ただワンパンしかないんで、まあ、そこを考慮してみると他のキャラクターとかもいいかもね。ディフェンダー性能の稲妻とかも使えると思うので、まあ、ここが今年出た工場キャラクターなかったらよかったんじゃないでしょうか。じゃあフェスゲンいきますか。フェスゲンめっちゃ出たね。確かに最後の力ゲームも出たし、桃之助とか出てる、人気キャラクターいっぱい出た感じするよね。まあ、ただ一番良かったのね多分ねアルベルだね。やっぱアルベルだね。キッド&ローとニカ2人ともいけるっていうね、めちゃくちゃコスパいいキャラクターじゃない。どっちも防御力上がってるキャラクターに対しては強くて入れるんで、今後もね防御力増加していくキャラクター出てくると思いますから、そんなキャラクターに強くなれるキャラクターなんじゃないでしょうか。なんといってもねサポートも良かったね、優秀して、アタッカーでゾーン系なんで、まあ、そこも考慮してみるとクイーンもね良かったんじゃないかなと思いますね。サポートでも使えますし、2日間は旗取れるっていうね、は敵無視旗ダッシュの能力なんて超ベスゲンキャラクターでも持ってるキャラクター少ないんだから、それ持っちゃってるっていうのが強いよね。それと同じぐらいの果たし性能持ってるフランキー、個人的にヤバいキャラクターだと思うよこれ。敵武者果たし性能とかはないんだけど、ジャスト回避で3割の割合ダメージかつ吹っ飛ばし、そして旗ダッシュ中なんてよろけず吹っ飛ばされずダウンしないで 50% 受けるダメージ減少するんだよ。火ダメージ減少のメダルなんかつけてみ、 めちゃくちゃ火ダメージ減少されるから全然やられないんだよこのキャラね。フェスゲンキャラクターに関してはかなり強かったキャラクターだったんじゃないかなと思います。他にもフェスゲンキャラクターと青歌とかいたけどね、うち稲見さんなんて関してはね感電状態状態以上のキャラクターではかなり強い方なので、今後ね状態以上入ってくる環境だったら稲見さん結構使えると思います。他にもクラッカーとかもねいると思うんでね、使う人はクラッカーも良かったんじゃないでしょうか。さあじゃあ超別をまとめていくと、超別めっちゃ出たね。ただねコスパ良かったのキッド&ローだね。こんなに強いゲッターはいない、めちゃくちゃ強い。もう一人でだって3万くらい体力かける2の6万ですからね、めちゃくちゃやばいと思いますし、防御
防御力増加しているキャラクターに対しても、ね、関係なく防御もしろ攻撃も入ります。めちゃくちゃ強かったです。そして2体目はニカじゃないでしょうか。まあ過去一強い緑ディフェンダーが登場しました。まあゼファーとかこれまで登場してたんだけどね、まあ、一番強い緑でディフェンダー使いたい人はね、このキャラだけ使っておけばもう問題ないっていうぐらいね強いんで、はい、おすすめですよ。まあ、3位決めるとしたら誰かな。まあこの時期までずっと結局使えてるカイドウかなと思うよね。まあここら辺はランキング通りって感じかな。まあカイドウもおすすめですし、もちろんねマムとかこのゾロとかもねおすすめになってくると思うのでいいんじゃないかなと思います。マムに関してはねゲッターモードとディフェンダーモードっていうことでかなり強いので、まあ使い勝手はいいと思いますし、ニカに次ぐディフェンダーと枠としてね今後も残り続けると思います。ということで、どうしましょうか、皆さんも一緒に楽しんでいこうぜ。さあ見ていただきました、どうでしたでしょうか。2023年新登場キャラクター全まとめやっていきましたが、やっぱ注目してほしいのはこの動画からも分かる通りね、次の5周年キャラクターの反射キャラクター最後のキャラクターに注目しておいてほしいし、カイドウみたいな感じでこのゲッターで登場したキャラクターは結構注目してほしいかな。緑属性のゾーン系としてもね使えると思いますし、もちろん最近登場したフェス系キャラクターアルベルとかクイーンに関してもゾーン系として使える傾向にありますんで、サポートタグが結構優秀だよね。さあこんな感じですね、4周年キャラクターが登場しやすいのはだんだん分かってきたんじゃないでしょうか。4周年の周年感謝、そしてゲッターキャラクター、天5周年キャラクター、あとまだ9月のその天5周年に対抗するキャラクター、その後に登場した11月のフェスゲンキャラクターと結構ね注目できるところが分かってきたと思います。これをもとに来年も一緒にガチャを見極めてね引くようにしてみてください。見ていただければ次の動画でお会いしましょう。ではまた。